今エミさん宅です。ヒートジェル使って腰が痛いエミさんのトリートメントをしていきます。ね、なんか、だから左から始めますね。はい、右が軸になってて、ちょっと通るね。痛い、アミちゃん。ちょっと通るの。ちょっと通らない。怪しくなったら、内側ってなんかツボですか、もうそこ。ねね、ここ痛いですね。ああ。ね、いつもそう思った。ここなんだろうなって。シロさん大丈夫。痛い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 。まあ。そうっていうか、まあこう疲弊とか経絡的に冷えがある人は痛いですよ、うちも。あ、そうなんだ、いつもそこ痛くて、反応あるでしょ、なんか。じゃあまあ普通に筋肉としてもやっぱりこうちょっと内ももを使えてない、そういう時は、ああそういうことなんですね、内ももを使うっていうのはどういうあれですかね。まあ、だからしっかりと閉じるっていうことですよね。あ、ただやっぱりこう不安定になるとキュッとこうなんていうんですかね、閉じれないですよね。あ、やっぱりこうちょっとこうこう、まあ、いわゆる腰砕けみたいな感じ。まあ、やっぱり状態が悪いとというか、まあそういう風だから、まあ腰も痛くなりやすいしとか連鎖してくるんですけど、で今後内ももを使うように考えれば、そうですね、全然ないわけじゃないんですけど、もう根本から変えなきゃ、もうこれ繰り返すなって今日本気で思いました。まあ、で今これ痛いのはやっぱセルライト化してるんですよ。こう肌が滑らかじゃない、やっぱこう脂肪と水分と筋繊維が絡んじゃってる状態なんですね、やっぱりこうちょっと、まあ、運動をサボってたりとか、マッサージもそうですけど、やっぱり滞ってる状態で放置しちゃうと、セルライトになってしまうんで、セルライトってやっぱ揉むと痛いですから、あのその脂肪筋繊維水分っていうのがこう絡む時にやっぱ老廃物も一緒に滞るたまるので、そういうところってなんかもう太くなりやすいですし、まあ触ると痛いという状態ですね。でこうなんていうんですかね、こうぐーっと寄せたりとかするとこうボコ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 っと出る、まあ、これがセルライトですね。
こう冷やさない、動かす、マッサージする、そういうことしておくとやっぱこう滑らかな状態になるので、はいはい、まあ、痛くもないんですけど、そういったことが怠ってしまうと、うん、まあ、老廃物が溜まってますので痛いですね。はい、うん、ここ、こっちも痛いですよね。痛いです。どこもかしこも痛い、うん、そうなんですよ。だからここが痛いっていうだけじゃなくて、もういっぱい足全体的にむくみがありますし、うん、うん、冷たいですし、もうここもそうですよね。もうずっとつながって痛いと思います、うん。痛くないですか？あ、痛い、うん、痛い、コリコリしてしてますね。痛気持ちいいの方か、うん、はい、そこまで、うん、でもまあまあまあ、うん、コリコリしてるもんね、うん、いるいるって感じ。もう他の痛みの方がひどいから、うん、多分そこまで、うん、普通だと痛い痛い痛いってなるんだけど、はい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 、そうですね。今もう他の痛みで麻痺しちゃってる、うん、いろんなところが、うん、温かい感じ出てきましたかね。うん、うん、温かくなると足の裏が汗ばむよね、うん、なんかそれが出てきました。